中華民国臨時政府、両人左から高領、最小元、大勝都市、高友宗、東安市、吉川、大友都、大影、体中華民国臨時政府は、1937年12月14日に、北京で成立した政府で、当時日本占領下にあった河北を統治した。河北省、山東省、河南省、山西省の河北四省、北京市及び天津、 陳倒しといった地区を統括した。1940年に、王朝明政権に九州合併されたが、河北政務委員会へと改変され、終戦まで統治を続けた。1937年7月に露光橋事件が勃発し、7月25日の老坊事件と26日の広安門事件で、中国29軍が日本軍を攻撃すると、28日、日本は、 北思想攻撃を決定し、7月29日北京は、陥落した。当時の北京市民によれば、北京入りした日本軍の規律は悪くなく、殺人もせず、店は閉められていたが店に押し入るようなこともなく、日本兵は、外で弁当箱を持って食べていたという。日本軍は、平立治安維持委員会を設置し、占領統治を開始した。12月14日に、吉川を首脳とする。 中華民国臨時政府を宣言した。1935年に成立していた祈祷、冒険自治政府もこの臨時政府に合流した。日本政府は1938年1月、国民政府を相手とせず声明を発表して、臨時政府に期待をかけた。1938年5月に、北品開発株式会社を成立させ、日本は北京で政治、軍事、文化、 経済体制をほぼ確立した。独自の通貨として中国連合準備銀行権を発行し、河北自治軍という軍事組織を保有していた。1940年3月に南京で王朝明が南京国民政府を樹立すると、臨時政府は吸収合併された。その後は河北政務委員会へと改編され、臨時政府の統治機構を継承して終戦まで続いた。 国旗には中華民国の旧国旗である五式旗が使用されていた。他に和平、反共、建国の文字の入った旗があったとも言われる。下部に四章、三紙、二地区を管轄した。省政府は商工所と称され、下部に省庁、秘書所、三次室、顧問室、民政庁、財政庁、教育庁、建設庁、刑務庁が設置された。市政府には、 市長、参事、秘書どころ、社会局、財政局、教育局、公務局、衛生局、警察局が設置されていた。下北政務委員会に改編される際に追加された行政区政府委員長は、大勝都市。臨時政府の構成委員は、元北京政府の官僚が多数を占めていた。ABCD 菊池俊介、日本占領下,下北における、 在留法人の対中国認識、大阪大学中国文化、フォーラムブックレット3、P271、2014年3月、大阪大学 a b c d 数早々、日本占領下の北京における、文化人、戦闘孫と、中作人を中心に、関西大学東西学術研究所、次世代国際学術、フォーラムシリーズボリューム4、2012、P322、 川上直江、日本占領下の北京における、日本語教育言葉の科学 V18、2005、P54、名古屋大学確定模普中華民国史事日誌第3冊、台北、中央研究委員近代史研究所、1984年。ありがとうございます。